して独立してスノーボードやりたいっていう意識の方で、やはりその昔はスノーボード自体を説明しないといけない時代でしたから。そうですよね。スノーボードって何っていうところからでしたよね、僕らが始めた頃は。だからそのスケートボードからだったり、サーフィンからだったり、当時はウィンドサーフィンだったり、情報発信のもとがそういった扱っているお店だったり、なるほど、そういった背景はあったと思うんですよね。じゃあ海から山に行った。僕はそうですね、僕はそのまさに北田さんの言ったように、スノーサーフィンというイメージでしたから、なるほど、そのサーフィンを雪山でなんかこれ冬、違う楽しみ方があるかなっていうような、そんな印象でしたね。杉浦さんはもうのっけからスノーボードですよね。俺はウェイクボードやってますね。やっぱ海から、はい、ウェイクボードやってて、でウェイクボードなんかあんまなんかこう否定するじゃないですけど、こう船にこう引っ張ってもらって、こう後ろでこう板つけてやるんですけど、でそう転んだ時とかにこう船でまた迎えに来てもらわなきゃなんで、そういうのがちょっとダメだなって、ちょっと毎回こけるために申し訳ないみたいな、あ、なるほど、納得ごめんみたいな思いながらやってたんで、まあ、自分で転んで自分で起き上がって、でもそれ5歳の時でしょ？そうですね。5歳、それ小学校の時、ずっと5歳の時からスノーボードもやって、ウェイクボードもやってたんですけど、そう、ウェイクボードの方がどっちかっていうとメインです。あ、そうだったんですか。はい、じゃあやっぱり海から。塚田さんはそんな、スノーボードに見せられてサイトまで開設したというのはどんなところを魅力に感じたんですか？いい質問、さすがですね。ありがとうございます。僕は皆さんと違ってスキーだったんですよ。僕長野出身でガッチリスキーだったんで、ただその何ですかね、基礎スキーっていうのが流行ってて昔、まあ昔の私をスキーに連れて行って知ってる人たちがいたら分かると思うんですけど、知ってますね、もちろんね、皆さん、はいはい、私のスキーですね、はい、であの時のスキーがなんとなくアメリカ行っちゃったんですよ。あ、そうですか。でアメリカにあったスキーっていうのはもっと自然で、すごくこうダイナミックに山の中滑れて、でそこにこう横乗りでやってくるやつらがいたんですね、89年ぐらい、なんだこいつらはと、でもそれでこう見せられちゃって、僕はそんな感じでこの雪の上を滑る横に走っていけるものって面白いなっていうのでスノーボードに触れて、なるほど、ね、で今までまっすぐ、まあ、日々の生活で歩いてるのから、うん、まあ、常に横に向いていかなきゃいけないのがものすごく新鮮で、なるほど、なるほど、で始めましたね。なるほどね。やっぱりね、皆さん各々ね、まあ見せられた